男子シングルス準々決勝テイク4試合終了です。ご覧のように玄関と4対0玄関と4対0で吉山亮吾選手が勝利を収めて明日のセミファイナル準決勝に駒を進めました。Hey!
さあ、テーブル4は先に女子の準々決勝がスタートします。テーブル4、女子の準々決勝、森咲良選手対井原美恵選手です。
男子シングルス準々決勝テーブル2選手権でトラックライン現場の4対2で吉村真央選手が勝利を取って明日のセミファイナルに駒を進めました。
女子ドロシングルス準々決勝、橋本風花選手対平野美宇選手のゲームが行われます。男子シングルス準々決勝、ステージ3、前から勝ったため、もつれ込むこのゲーム、勝ったのは、現在の4対3、谷本智香選手が勝利しました。
テーブルはこの後ファイナルゲームになります。そしてテーブルスリーはこの後伊藤美誠選手対柴田選手のゲームがスタートしています。